中の人です。今日は何かというと、そうですね。はい。なんですけど、フォルクスワーゲンのティグはマイナーチェンジしたモデルを、というか、まあ、メーカーはね、モデルチェンジということで言い切ってるんだけど、まあ、そちらを紹介したいと思います。今回からね、ティグワンは R ラインと R っていうモデルが出てきました。そして、ね、ロゴもちょっと変わったし、結構変わったんですよね。それはそれでいい。そういうのが出てきた。そんな感じかな。はい。では、どうぞ。Thank you.
最後まで見ていただきありがとうございます。まあこんな感じなんですよね。結構変わったなという印象はあるんだけどね。内装もすごく変わったしね。あ、シャープさはやっぱ最近のワーリーだなって感じ。まあそんな感じで高評価とチャンネル登録していただけるとありがたいです。では。